国道439を走っています。道の駅の染浦でしたか、そこ染浦ダムの近くまであと18キロというところです。だんだん山に入ってきました。最後の最後に細くなるのを少し覚悟しています。ずっとこのように、石垣の多いあのところが続いています。途中山の上に棚田が見られるという案内がありました。この辺も伊野町でいいのかなと思っています。雨はずっとで少し弱くなったかなという感じです。この正面に見える左手の家なんかもこのようにですね、石垣を城のように作って建ててます。時々こういうのを見ます。はい、